他のお母さんは綺麗なのに、なんでお母さんはみっともないの？仕事場から急いで顔を出した授業参観の帰り道、まだ小学生だった長女がそう言ったのを今でもよく覚えている。化粧もせず、身なりに気を使っていない私が、周りの母親と比べて恥ずかしかったのだろう。今思えば、この時からずっと長女の中で、私はみっともない母親だったのかもしれない。私の名前は、マサエ。現在54歳で、工場のパート勤めをしている。私には、娘が二人いて、どちらも今は社会人だ。夫は20年前、事故で亡くなった。私には、頼れる身内もなく、これといって資格もなかったが、私が頑張るしかない、と奮い立ち、がむしゃらに頑張ってきたつもりだ。昔はいくつも仕事を掛け持ちしていたが、今は工場パート一つで安いアパートを借りてなんとか生活している。お母さん、今月のお小遣いは？長女のカナは大学を卒業してから社会人になると同時に家を出て一人暮らしを始めたが、未だに毎月のお小遣いをねだってきては、私を困らせていた。何を言ってるのよ。24歳にもなって、もう大人なんだから、自分で何とかしなさい。こう言っても、いつもカナは悪態をつくばかりで引き下がろうとしない。トゲのある言葉遣いは当然で、時には物に当たることも。昔からカナは、こうして私や次女に対してきつく当たる。姉妹を平等に愛し、厳しくしてきたつもりだが、カナは子供の頃から大人になっても何も変わらなかった。ふざけんな！娘に惨めな生活させるつもり？カナが突然大きな声で言うので、びくりと体が反応してしまう。この空気から逃れたい。そんな思いから最終的にいつもお金を渡してしまう。良くないことだというのは自分でもわかっているのに。今月は余裕がないの。そう言って今回手渡したのは5000円札1枚。これっぽっちで何になるのよ！5000円札をひらひらさせながら私を見下ろして、カナがふんと鼻を鳴らす。お金を受け取った時のカナの姿は私をいつも不甲斐ない気持ちにさせる。前みたいに工場以外にもっと仕事を掛け持つなりすれば。20年休むことなく働いてきた私に、カナは冷たく言い放つ。工場パート一つに仕事を絞ったのも、年々体が言うことを聞かなくなってきたからだと知っているのに。あんまりだと思っていると、次女のミオが仕事から帰ってきた。ミオは、私の様子からすべてを察知して、カナを睨んだ。またお母さんにお小遣いせびったんでしょう。別に。カナはミオから目をそらし、そそくさと出ていく。いつもお母さん一人の時を狙ってくるんだから。ミオはうんざりとした表情でつぶやいて、上着を脱いだ。現在、働きながら、私と同居してくれている次女のミオは、カナより2歳年下の22歳でしっかり者だ。本人によると、どうやらカナを反面教師にしているのだとか。しっかりしてくれるのは嬉しいが、理由が理由で素直に喜べない。カナは昔から成績が良かったので、大学への進学を希望し、そのお金を集めるのに、私はとても苦労した。それを見ていたせいか、ミオは高校卒業後、就職を希望して働き始めた。本当は進学したかったんじゃないかと、今でもそのことに悔いが残っている。ミオは部屋着に着替えると、カバンから封筒を取り出した。お姉ちゃんのせいでまたお財布を空にしたんでしょ？はい、今月の生活費。ミオは決して多くはないお給料の中からこうして生活費を渡してくれる。はぁ、
いつもありがとう。でも、たまには自分のために使ったら。ちゃんと使ってるからご心配なく。お母さんがご飯作ったりしてくれるおかげで、健康に働けて感謝してるの。だから、これくらいは当然よ。帰ってきたこの言葉に、思わず、涙腺が緩んだ。私は、ミオが渡すこのお金の大半を、貯蓄に回し、いずれミオが結婚するときに渡そうと思っている。もちろん、その時は、私からのお祝い金も添えて。このお金は、金庫にしっかり保管してあるし、暗証番号はもちろん、私しか知らない。お腹すいたでしょ？ご飯の支度するから少しゆっくりしていなさい。そう言って私が立ち上がるとミオが笑いかけた。私も手伝う。歳を取ると涙もろくなって嫌だわ。そんなことを思いながら私は隠れて目元を拭った。それから一ヶ月も経たない頃の出来事だった。私、結婚が決まったの。突然のカナの報告に、私とミオはびっくりして顔を見合わせた。そして、カナにお祝いの言葉を送る。仏頂面の多いカナだが、この日は嬉しそうにはにかんでいた。いつも何かと困らされていたが、娘が幸せになるのなら、それ以上に嬉しいことはない。相手はホテルを経営する社長の息子よ。玉の輿なんだから。そう話すカナは、どこか誇らしげだ。それで、一応顔合わせがあるんだけど。その言葉に、私はうなずいた。ええ、もちろんご挨拶するわ。ちゃんとした格好をしてきてよ。特にお母さんは、身だしなみがなってなくて、みっともないんだから。カナの物言いに、隣に座っていたミオが眉を寄せる。そんな言い方ないでしょ。事実じゃない。あんたも低学歴丸出しな格好は勘弁してよね。ミオの指摘に、カナは火に油を注ぐ。今にも喧嘩に発展しそうな空気を察して、私は口を挟んだ。きちんとした格好をしていくわ。あなたの家族になる人たちへの挨拶だもの。私がそう言うのなら、と、ミオは口を閉じ同意を示してくれる。カナはまだ何か言いたげだったが、顔合わせの日時と場所を示したメモを置き、その日は帰っていった。顔合わせ当日、私はミオに用意してもらったフォーマルスーツを着て、待ち合わせの場所へ向かった。貸し衣装らしいのだが、サイズはぴったりで、センスも良い。もちろん、一年ぶりに美容院にも行って、身だしなみはバッチリだ。隣を歩くミオも、派手すぎず、上品にまとめている。顔合わせの会場は、お相手のご両親が経営する、ホテル内のレストランだった。ふーん、まあいいわ。到着した私たちを見て、カナはそう言った。私は文句を言われずに済んで内心ほっとしていた。上品で豪華な内装のホテルを歩いてレストランに入ると、カナの婚約者とその両親が出迎えてくれた。本日は僕らの婚約のためにご足労いただきありがとうございます。婚約者はケンジさんといい、カナの言う通りの好青年だった。ご両親も品が良く、穏やかそうな人たちだ。カナの母のマサエでございます。お招きいただき、ありがとうございます。お互いに挨拶を交わし、私たちは食事をしながら団らんした。会話の中でもう結婚式の日取りと場所も決まっていると知り、私は密かに驚いていた。そういえば、マサエさんはご主人を亡くされてから苦労されてきたと伺いましたが、今は何をしてらっしゃるんですの？ケンジさんのお母様の問いに、私は一瞬口ごもる。カナは嫌がるかもしれないが、ここで嘘をついても仕方ないし、
失礼だろうと思った。私は工場のパートをしております。次女は高校卒業から働いていて。正直に話しながらちらりと目をやると、カナがものすごい形相でこちらを見ているのがわかり、私は凍りついた。その際にこわばった手が当たり、グラスが床に落ちる。音を立てて割れたグラスに、私はますます青ざめた。申し訳ありません。大丈夫ですよ。それより、お怪我はありませんか？駆けつけてきたウェーターに処理を頼み、さらにこちらを気遣ってくれるケンジさんに、私は頭を下げ続ける。とてもじゃないが、カナの方を見ることはできなかった。その後はミオのフォローもあり、なんとか顔合わせを終えることができた。今日はありがとう。皆さん優しくて、お母さん安心したわ。帰りがけに、カナにそう声をかけると、なんで馬鹿正直に答えるのよ。信じられない。おまけに私に恥をかかせやがって、と怒りをあらわにしていた。暮らしぶりを答えたこととグラスを割ってしまったことが許せなかったらしい。何も言えないでいる私にカナは舌打ちし、無言で立ち去っていく。私はその背中にこれ以上声をかけることができなかった。一ヶ月が経ったが、顔合わせでの出来事を思い出すたびに、私は大きなため息をついていた。どうしてカナはそんなに私やミオをみっともないというのかしら。大切な人のために一生懸命生きているだけで、恥じることなんて何もないのに。きっといつかカナもわかってくれる。これから結婚して大切な人が増えるのだから。私はそう自分に言い聞かせ、今日の仕事を終えて帰路に着いた。スーパーに寄って買い物をして帰ると、私はすぐに異変に気がついた。金庫が開いている。カバンや荷物を放り投げて、慌てて中身を確認すると、通帳などは無事だったが、現金は跡形もなく消えていた。私は愕然とし、すぐにミオに電話する。普通は警察だとは思うが、混乱していた私にその発想はなかった。しかしまだ仕事中のミオが電話に出られるわけもなく、私はカナに相手を切り替えた。カナ、実は大変なことが起きたの。意外にもすぐに電話に出たカナ。ミオ同様に仕事中かもしれないと思ったので少し安心した。しかしこの直後の言葉に私は大きなショックを受けることになる。大変なことって？もしかして金庫のお金でも盗まれた？どうして？そういうのがやっとの私に。100万しか入ってないし、正直期待外れだったわ。そんな悪びれもしないカナの言葉に私は正気を疑った。というか、お父さんとの結婚記念日を暗証番号にするなんて単純。そこからカナは得意げにベラベラと喋った。合鍵は渡していなかったはずだが、いつの間にかコピーを取っていたらしく、カナは私とミオが不在の時に忍び込んでは、いろいろと数字を試していたようだ。私と夫の結婚記念日は娘たちも知らないはずだったのだが、どうやら夫との結婚式の写真の裏に日付が書いてあったのを見たらしい。迂闊だったというほかない。私のお金だけならまだ何とか耐えられる。しかし金庫の中のお金にはミオが渡してくれたお金も入っていた。ミオが結婚するときに渡そうと思っていたお金が、私の中で何かがプツンと切れる音がした。このお金は結婚祝いとこの間恥をかかされた迷惑料ということでもらっておくから。カナの言葉が
遠くに感じられ。工場パートの低所得者は結婚式に来るな。次にはっきり聞こえたのはこの言葉だった。いつもの私なら泣き崩れていただろう。しかしもう何も感じることができなくなっていた。わかりました。そう短く返答する私に、カナはいつもと違う何かを感じたようだった。小さく、え?という言葉が聞こえてきたが、私はそのまま電話を切った。この直後、カナからの着信が何度もあったが、しばらく無視をすると、やがて電話は鳴らなくなり、やがてミオが帰宅。今日の出来事を淡々と話すと、ミオは激怒していたが、私がいつもの様子と違うことにすぐ気がついたようだ。はあ、私はお母さんの心が心配だわ。私は大丈夫よと微笑んでみせたが、ミオの表情は曇ったままだった。半年近く時間が流れ、私は今日も工場のパートに励んでいた。確か今日だったわね。顔合わせの時から予定が変わっていなければ、今日はカナの結婚式だ。いろいろと考えてアパートの鍵も変えたのだが、カナとはあれきり音信不通で押しかけてくることもなかった。金庫の件でもう情が尽きたと思っていたが、それでもカナを心配する気持ちがこうして時々顔を覗かせている。婚約者のご家族にご迷惑をかけたりしていないかしら、仲良く過ごしているかしらと、カナへの怒りの感情と母としての感情が複雑に絡み合う。金庫から持っていかれたお金については未だに悲しくてショックではあるが、内心もう諦めていた。感傷に浸っても仕方ないと時計を見上げると、ちょうど昼休憩の時間だ。お昼を買うために財布を取りに行くと、カバンの中で携帯が光っている。メールか着信だろうと開いてみると、大量の着信履歴。そのどれもがカナの名前だった。緊急だと思った私はすぐにカナに電話をかけた。数回の呼び出しでカナは電話に出て、お母さん、助けてと訴えてくる。今日は結婚式じゃないの?私が困惑して尋ねても、カナは泣くばかりだ。カナ、落ち着いて。今どこにいるの?ゆっくりと話すと、カナも少し落ち着いたのか、今いる場所を教えてくれた。場所はやはり結婚式場で、何か問題が発生したようだ。私は通話を終え、すぐに上司に早退させてくれるよう頼んだ。そしてタクシーを捕まえると結婚式場へと急いで向かう。結婚式場に到着すると何やら慌ただしく不穏な空気に包まれていた。スタッフさんに声をかけると、その場にそぐわない格好の私に怪しむような視線を向ける。カナの母であることを説明して身分証を見せると、スタッフさんは私をカナのいる控室へ案内してくれた。控室に入ると、そこには、純白のウェディングドレスを着たカナが。ただし、その顔は、涙で化粧が崩れてぐちゃぐちゃだ。カナを囲むように、新郎であるケンジさんとご両親が立っていて、誰もが険しい顔をしていた。私に気づくなり、ケンジさんたちは驚いた顔をして頭を下げた。後で知るのだが、私とミオは多忙により欠席と聞かされていたようだ。挨拶も早々に何があったのかを尋ねると、なんと結婚式中に見知らぬ男が乱入してきたというのだ。しかもその男というのがカナの浮気相手だったとか。男は今どうしているかというと、一緒に逃げようと言いながらカナを連れ出そうとしたので、警備員につまみ出され、今は警察にいるらしい。式は当然中止になり、今に至るというわけだった。
内容が衝撃的すぎて困惑していると、カナがしゃくり上げながら言い訳した。だって、ケンジはお金あるのに、全然贅沢させてくれないし、だからあいつと浮気したけど、式の前には別れたし、あいつが勝手に押しかけてきただけでしょ？私は何も悪くないから！僕は必要以上にお金を使うのは好きじゃないし、それは君も知っていたはずだろ。しかも婚約中に浮気なんて絶対に許せない。ケンジさんの反論は第三者が聞いても納得のいくものだった。だが、当のカナは意味わかんないと頭を抱えている。現実を受け止められていないようだ。お母さんの金庫のお金くらいじゃ大したデートも買い物もできなかったし、全部うまくいかない。マジで最低。カナは私の金庫からお金を持ち出したことも暴露。その言葉の内容から私は思いがけず理由を知ることに。まさか浮気相手との交際費だったなんて。カナ、まさかお母さんのお金を？私の金庫の件については初耳だったケンジさんたちはさらに顔を引きつらせている。カナの話は脈絡もなくどんどん移り変わり、もう感情が爆発してどうにもならないようだった。お母さんが私に惨めな思いばかりさせて育てたから私はこんな風になったんだわ。ケンジは私を愛してるって言ったんだから浮気くらい許してよ。むちゃくちゃを言うカナの前に私はしゃがみ、カナの頬を強く打った。いい加減にしなさい。今まで一度もこんなことをしたことはなかった私に、カナは呆然と頬を押さえた。お母さん。私はそのままカナの肩を掴んで、何でもかんでも人のせいにしても幸せにはなれないわ。自分がしたことを認めて、ケンジさんたちにしっかり謝りなさい。と叱り、ケンジさんとご両親に深く頭を下げた。この子にはきちんと自分のしたことの償いをさせます。そう言って謝罪する私をカナは黙って見つめていた。急におとなしくなったカナはケンジさんにもご両親にもたどたどしく謝罪、そして私にも。私に謝るなんて初めてのことだと思う。カナは金庫のお金は必ず返すと私に約束し、その後私たちは今後について話し合った。この話し合いでケンジさんからカナへ結婚式の費用の全額と婚約中の浮気の慰謝料を請求することに。もちろん浮気相手に対してもきちんと制裁するとのこと。後日、慰謝料と私への返済の内容を契約書にまとめることで、その場の全員が納得した。これには、ケンジさんのお父様が依頼した弁護士が立ち会ってくれるそうだ。これから大変な生活を送ることになるカナダが、もう自業自得だと言うしかない。私は遠くから静かに見守ろうと思う。その後、ミオから聞いたことだが、カナは結婚後に専業主婦になる気満々で、とっくの昔に仕事を辞めていたらしい。今はいくつものバイトを掛け持ちしてボロボロになりながら毎月私とケンジさんへの支払いを続けている。私はというと、カナの婚約破棄から入れ替わるようにミオの結婚が決まり、ミオと婚約者の希望でアパートを引き払って同居することに。20年働き同士で自分の幸せなど考えたこともなかったが、これからは肩の力を抜いて娘夫婦と一緒に私の幸せのために生きていこうと思う。